はい皆さんこんにちはこんばんはここみキャンネルのショーが今日は極分麻酔品不足をお送りいたしますよろしくお願いいたします医薬品医療品医療アイテムなどもう本当に大幅な品不足が起きています 薬全般ですよ。どれもこれも頭痛薬も痛み止めも。なんでこうなっちゃったかというと、原材料がないらしいですね。そして、値上がりを超えて、もう品不足と。とうとうですね、まあ、手術をしたり、まあ、ちょっと傷口を塗ったりするときに、痛いじゃないですか。針、針入れますからね。あのね、あの針入れて、うわーって痛いからなるじゃないですか。 傷も痛いけど、針を入れて縫うのも痛いんですよ。で、その時、極部麻酔をね、まあしますよね。まあ盲腸なんかでも、なんか怖いから、なんか全身麻酔でしてくれなんて人いますけど、大概は極部麻酔なんですよ。でもね、その極部麻酔が、今出荷制限かかってるんですよ。で、ないの。品不足なの。病院によっては、申し訳ないけど、極部麻酔がないんでね、あの縫うのを、 ちょっと痛いけど我慢してくださいって、本当ですよ。あの我慢。我慢ですよ。お医者さんそう言うんです。はっきり。えって言っても、もう怪我してますからね。縫わなきゃいけないでしょ。いや、もうやりましょうと。ね。縫いましょう。大したことないですよ。10分ぐらいしかかかんないですからとか言ってね。あの我慢ですから。いいですか耐えてくださいって言って、始めちゃうんですよ。痛いですよ。<laughs> そりゃ、痛いよね。私ね、一回ね、経験あるんですよ。 盲腸をね、前に一回お話ししたんですけど、盲腸をね、あの、麻酔なしで手術したことがあるんですよ。まな、あ、しって言うと語弊ありますけど、あの、体質がね、麻酔が効かない体質なんですよ。で、こう、盲腸痛くなって、わ、痛いなと思って、世田谷区のね、共同の菊池病院っていう病院でしたかね。そこで、まあ、緊急盲腸の手術をすることになったんですよ。で、もう盲腸手術しないと危ないですからって言われてね。 ああ、はは,はい、とか言って、もう痛いんですよ。右下がね。わかりました、こう言って。うん。じゃあ、あの、家に連絡してください、なんて言って。まあ、家に連絡してね、若い時ですからね、実家に。で、まあ、あの、後から来るらしいです、手続きに。わかりました。先に、じゃあ、手術しましょう、なんて言ってね。じゃあ、あの、死率して、って言って、緊急手術になったんですよ。で、あの、麻酔を打ちます、ということで、盲腸のお腹のあたりに麻酔を打たれたんですよね。 で何本か麻酔を極分麻酔打って、効かないんですよ。全然。で、なんか腰の方にも打ったかなで、あの極分麻酔も打ったんだけど、全然効かないんですよ。本当に。何本も打ったんだけど。で、体重を効かれてるので、体重の限界まで行きますとか言ってね、あの、その時は看護婦さんの時代でしたから、あの、看護婦さんにね、体重限界まで行きます。体重何キロで何グラムですかとか言って聞いてるんですよ。 おやおや、何やって、何で、どういうことって言って、もう限界まで打ちましたから、これで効かないなんて人間はいませんとか言ってね、なんかいませんとか言われても、いたらどうすんだろうと思って <laughs> で、ねで、いませんとか言うんですよ。で、まあ、10分、15分で効きますからとか言って、15分ぐらい経ってからかな。じゃあいいですか触りますよわかりますかって、まあ、触ってわかる。なんかメスのね、なんかメスの刃先の裏側かなんかで、なんかツンツンやる。痛いたんですよ。 メスのだって裏側でツンツんって危ないでしょで、それ痛いんですよ、本当に。角尖ってるところで。何やってんだこの医者と思って。え、痛いですって言ったら、えとか言って。え痛いのがわかるんですかいや、いや、わかるから痛いって言ってるんですよ。えで、なんかね、あと手かなんかでパチパチとかやるんですよ。これは、いや、痛いですよ。えとか言って。で、足バタバタやってください。バタ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 。え麻酔が全然効いてないとか言って。 え、ちょ、ちょっと看護婦、麻酔確認とか言ってね。これ打ちましたとか言ってなんか変なボトルみたいな持ってきたんですよ。うーん、間違いないな、量も打ったなってこう言ってね。間違いないなとか言って。なぜ効かないとか言って。いや、なぜ効かないか私の方が知りたいですよ、そんなのね。まあこれはやむをん手術しますとか言って。え先生なんだね。手術しますって言っても麻酔が効いてないんですよね。うん。 痛いんじゃないですかそりゃ痛いよと。いや、ちょっと待ってくださいよ。<laughs> そりゃ痛いよって。いや、もうちょも痛いんですけど、手術がもっと痛いんじゃないですかこんなも我慢だもうしょうがないだろう、緊急手術するしかないんだとか言って。そのうち聞いてくるとこ言ってね。で、切られたんですよ。もう地獄の痛さ。痛み半端じゃないですよ。うわーとか言って。もう叫んで、手術室、もう私のうわーっていう声が、とどろいて、響いて。で、 どうしてもこう、そんな暴れたくはないんだけど、あまりの痛さで、あの、メスを振り払っちゃったんですよ。バシって。で、空手やってたものだから、ね、バシって当たったらメスが飛んだんですよ。で、危ないとか言って。おいみんな全員出動だとか言ってね。全員出動何全員集合ってことドリフかここは <laughs> と思って、8時だよ全員集合みたいになってるんですよ。で、看護婦をなだれ込んできて、5人ぐらいかな。 あい、そっちの手、あい、右手、あい、左手、あい、左足、右足、とか言ってね、お前はどう押さえろとか言って、5人が押さえ始めたんですよ。で、私、すっごい力強いんですよ。で、腕を押さえた、右に1人、左の1人、もうまるでね、あの、貼り付けの、なんか、人間貼り付けみたいになってるんですよね。私立大に。で、両腕を広げられて、押さえられて。でも、力が強いんで、2人が持ち上がったんですよ。空中にね。 うおーとか言って、痛いから。看護師が持ち上がって空中の持ち上がったのを見て、何してるんだお前たちとか言っている医者が驚いて、いや、すごい力なんですとか言って、バカもんちゃんと抑えろ押さえているけれども、腕、押さえている、腕、押さえている,ている私の体ごと上がってるんですとか言って、医者が、ロープロープを持ってこいとか言ってね、何ロープってどういうことと思ったら、 縛り付けるとを作って腕を左右ロープで手術台に縛り始めたんですよ。こんな手術あるとか思って、おかしいでしょだって。ロープで縛り付けて、その上からまた体重を乗っけて、看護婦は両脇を押さえてるんですよ。拷問ですよね。これって、なんか CIA かなんかのね、重大な情報を吐かせる、これ拷問でしょ。ねそれで手術ね、 でも行われたんですよ。うおーとか言いながら、足も縛れとか言って。もうめっちゃくちゃですよ。それ手術台がガタガタあの揺れ始めて、手術台を押さえろとか言って、もうこいつらバカなんじゃないかと思って、痛い痛いとか言うに我慢とか言ってね。で、切られたんですよ。すんごい痛かったですよ、本当に。だって麻酔効いてないんですから、全然。うわーとか言って。で、今から蝶を出して、もう腸を切る。ここが一番痛いんだとか言って。 なんで知ってんだと思いながら、で、蝶をなんかね、出して切ろうとした時に、あんまりの痛さで気を失ってそっから覚えてないんですよ。わーってなったまんま。本当にそのまんま。もうそこで記憶ないんです。でね、その後ね、もうどれぐらい時間経ったかわかんないんですけど、なんかね、目を私、そっと開けたんですよ。なんかゆっくりね。 で、なんかね、おぼろげに、記憶がおかしくなってるんですよね。なんかね、手術したような、なんか、あれ、夢だったのかなと思う感じなんですよね。で、なんか寝てるんですよ。いや、寝てるのか浮いてるのかこれは。寝てるのかんで、パッて見たらね、ソニーって書いてあったんですよ。SONY。いや、地獄だわ。これ、真っ暗だし。地獄に落ちたんだと思ったんですよ。若い時ね、ろくなことしてないですから。 まあ、これは地獄にもう落ちたんだなと、しれ失敗してね。あまりの痛さで、あのまんま地獄に行っちゃったんだと、地獄にソニーがあるんだなと思ったんですよ。暗闇の中でソニーってなんか光ってるんですよね。わけわかんないな、ソニー。何なんだ、ここどこなんだと思って。そしたらね、明るくなったんですよ、急に。パーンって。え、なになになに天国地獄から天国に来たのかと思ったら、看護婦さんが入ってきてね。大丈夫ですかーと ああ、やっぱり手術したんだと思って、大丈夫ですって、あ、痛い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 ,痛いって言ったら、あ、痛み止め今ね、あの、点滴で入れますからね、大丈夫ですよ、とか言って点滴打たれてね。ああ、はーい、とか言って。で、なんか顔が痒かったんですよ。なんか顔がかゆいなと思って、右手でね、左手に点滴打たれたので、右手で顔を触ったんですよ。なんかゴツゴツし、えぇ、ー ええー、ーびっくりしましたよ。私じゃないんですよ。本当に。そこにいたのは私じゃなかったんですよ。だって人間って自分の顔って形でわかるでしょあ、自分の顔だな、目、目のなんかこのデコボコとかね、頬とか、まあいつも触ってるからね、たまにね。ああ、私の顔だなってわかるじゃないですか、皆さんもね。自分の顔が。他人の顔だったんですよ。 もう驚きましたよ。私じゃなかったんです。でどうしたんだろうなんかやっぱり一律で失敗して、おかしくなっちゃって、魂が抜け出てね、他の人間の体に入っちゃったんだと思ったんですよ。あ、だからソニーとかなんかなってたのかなとか、まあ、頭混乱してるんですけど、もおかしくなってる。どうなってんだろうと思って、で、ちょっとよくなんか間違いかなと思って、あっちこっちか顔触ったんですよ。もうほんと見たこともない自分の顔じゃないんですよ。形がもう。 え、これ絶対自分の顔じゃない。全然違う人の顔なんですよ。もう嫌になっちゃった。自分はどこ行ってしまったんだと思ってね。で、看護婦さんが、あら、大丈夫ですかどうかしましたかあ、あのー、はい、どうしましたこれ僕の顔じゃないですよね。え何言ってるんですかあなたの顔ですよいや、だって今触ったんですよ。全然違う形、 なってるんですけど、顔を手術したんですかはははは、<laughs> おっかしなこと言いますね。あなたの手術したのは盲腸ですよああ、え、じゃあ顔はどうしたんですかこれは。実はね、えー、えー、実は何ですか実はね、盲腸の手術をしたあなた痛がってたでしょあ、はい、麻酔が効かなかったから。そりゃ痛いわよね。ええー。 それでね、あそれでで、盲腸を切るときに、ものすごい痛さのピークで痛かったでしょああ、なんか痛かったですよ、すんごいあ。それで気を失っちゃったんですよ。そのときに、あんまりの痛さで、あなた顔をしかめていてね、顔の血管がブワーッと、ま、顔真っ赤になって、顔の毛穴という毛穴から血が吹き出したのよ。えー 顔の毛穴から血が噴き出したって言うんですよ。<laughs> 怖すぎないですかだから血が固まって、かさぶたになって、顔がボコボコに腫れてたんですよ。もう驚きましたね。もう後にも先にも、それ一回だけです。そんな経験は、痛さのあまり、顔の血管、毛細血管が破れて、 まあ顔を緊張させて、うわーって張ったのかなで、血管が破れて血が出たらしいんですよ。まあもう本当にね、悲惨な目に遭いました。痛かったですね。それほど痛いんですよ。でも今回、極分麻酔が品薄でね、なくなっていて出荷制限。もしかしたらこのね、出荷制限がかかっている中、盲腸の手術をやるときに、 極分麻酔がありません。いや、本当に。いやね。驚きますよ。脊髄麻酔をしたんだね。で、効かなくて極分麻酔を何本か打ち続けたんだけど、そう、効かなかったんですよ。全然。いや、もうね、最悪でした。だからね、今回本当にね、あの、麻酔がないらしいんですよ。何麻酔もね。だから、 これは私立する人はね、もしかしたら同じようなことになってしまう人が出ると思いますよ。もうちょっとの私立だから、もうないんですよ、麻酔が。我慢していきましょう。ね。ということでね。いや、我慢できるもんじゃないですよ、本当に。いや、怪我しても痛いんだけど、それを上回る痛さがやってきますから、いや、とっても我慢できないですよ。でも今ね、 医療品医薬品が本当にないんですよ。なんだかわかんないですけど、ないんですよ。びっくりしますよ。薬がないなんて聞いたことないですよ。今までに。ね。じわじわここ何年かで少なくなってなくなっているんですけど、今年は今までのピークなんですよ。ないの。恐ろしいことが起きてますよね。でもこれって、ホルモン解剖封鎖したりね、もっとーちゃんたちが暴れてね、公海とか地中海とかあっちの方もドンパチ激しくなって、 もう何が何だか分かんなくなったら、もっと入ってこなくなる。もっと足りなくなるんですよ。うーん、これはね、厳しいですよ。本当に厳しい。まあね、それを見越して、今のうちにね、あの何もかもなくなるんですよ。だから歯の治療とかね、なんか悪いところとか、直しておいた方がいいですよ。これ直せなくなっちゃうかもしれない。だって原材料ないんですから、 ねえ、だからあの、歯の治療だってなんか詰め物詰めなきゃいけないのが銀とか今足りないんですよ。高騰してるしね。だからね、その詰め物もなんかもうない状態なんですよ。もう今のうちに、でも、あるところもあるので、ちゃんと治しておいた方が、まあいいですよね。しまいにあの、詰め物はないのでね、あの治療もできませんとかいうことになってしまうんですよね。恐ろしい話ですよ。怖いですよ。 で今、銀がないからね、あの白いね、あの紫外線で固めるやつばっかりで治療してるんですよ。歯医者さんってね、足りないんで。あれ弱いからね、あれ割れちゃうんですよね、何年かでね。うん、だからまたやんなきゃいけないけど、とりあえずないからしょうがないです。応急処置みたいなものですよね。まあ、本当に厳しいですよ、だけど。何もかもがなくなってきているんですよ。とんでもないことになってきていますよね。 でこの、まあ、いろんな原材料だとかない、この今の時期にね、やっぱり太陽フレアの X フレアがバンバン来て、まあ、あのつい、あの昨日ですね、1日24時間ぐらい前も、X、0.1ぐらいでしたけど、X フレア出たんですよ。まあね、まだ出ますよ、X フレアあの。太陽の黒点がおかしくなっている時には、これをフランス革命、ロシア革命、第二次世界大戦などね、 やはり太陽の変動によって影響があって起きたと言われてるんですよ。あの、あとは、まあ株価の大暴落ですよね。ブラックマンデーとかね。そういうのもやっぱり太陽の黒点の異常、これによって起きたと言われてるんですよね。で今年はね、やっぱりそういう太陽の影響も加わって、非常に厳しい年になるんです、これから。で、日本って、 もう本当にいろんな人がね、いろいろ書き込みをしていますけども、X の方でね。あの、値上がりがね、まだ日本はそんなでもないのに、大変だ、大変だ、もうお金がない、お金が足りない、生活できない、もう大変なことになったっていうふうに書き込んでる人多いんですよ。まだね、何回も言いますけど、値上がりは序の口で、これから激しく値上がりするんですよ。すんごい勢いでね。さらに、 薬もなくなっていく。値上がりどころか、もう手に入んないです。薬が。値段上がってるんだけど、上がってるだけだったらいいですよね。例えばもう咳が出ちゃって止まらない咳止め欲しいという人が、咳止めがね、処方箋持って行っても、処方箋薬局で、すいません、これ、ないんですよ。というのが多いんですよ。え、な、ないえ、じゃあ他の、あの、代わりになる薬は、ないんです。咳止め全部とか言って。ないんですよ。え、じゃあどうなるんですか いや、出せませんとか言って。いや、終わりですよ、それで。出せない、ない。その一点張り。ええー、参、まあ、ったなもう大変なこと、<laughs> とか言ってね。どうしたらいいかわかんないですよ。うん、だからこれはね、ただごとではないです。こんなにね、いろんなものが今なくなってきているさなか、大丈夫だよとか言ってる人いっぱいいるんですよ。 これは正常化バイアスのスイッチが完全に入っちゃってますよね。どう考えたって大丈夫じゃないですよね。どう考えても大丈夫じゃないですよ。まあだっていろんなものがもうどん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 なくなっていってるんですよ。これね、車の部品とかオートバイの部品とか、また、あ、自転車の部品ももう今ないので。特にね、自転車から来ちゃってるね。次はオートバイ。ないですよ。 自転車を組み立てようとか部品取り替えようと思って発注したら全部キャンセル。海外からのあのヨーロッパのね、特に部品とか全然入ってこないの。このオートバイの部品も同じだし、車の部品もだんだんなくなっていきますね。車検とか整備とかができなくなっちゃうんですよね。まあ、車が今走ってても車検通せないとか通らないとかね。まあ、部品がないがために。 厳しいですよ。すんごいね。もうめちゃくちゃな世界になりそうですよね。もうすぐにね。で、さらに、まあ、食料もね、どんどん値上がってるけれども、もうなくなっていきますからね。あの、ブラジルで洪水が起きて、鶏肉がね、あの、鶏をね、あの、育てていたところ直撃して、鶏がいなくなっちゃって、鶏肉がね、もう本当に不足するんですよ。で、その、まあ、関連なんですかね。あの、今日ですけど、神奈川県のね、養鶏場で、 ま、あの、養鶏場の、その、ま、鳥さんがいる建物3棟が焼けて火事。これ結構多いですよね。あの、食料関係のこういう養鶏場とかね、養豚場が火事になるっていうのがものすごいんですよ。4万5千羽が天国に行っちゃったんですよ。今日、鳥さん。これすごい数ですよ。4万5千羽ですよ。日本国内の鶏肉も鳥もね、 こんな形でどんどんいなくなってるんですよ。火事が多いの。なんでだろうね。なんでこの鳥のね、そういう、まあ、あの、建物が火災が起きるかわからない。すごい。世界でもね、めっちゃくちゃ多いんですよ。アメリカでも。今までにないの。だいたい火事なんかになる原因がだって要素があんまりないもんね。ま、う、あ、ん、だけど多いんです。ものすごい多いです。原因はほとんどね、わからないんです。わからないんですよ。 わけがわかんないですよね。普通ね、消防隊がやってきて原因調べたら、いや原因はこれですねとか分かりそうなものじゃないですか。原因がね、ほぼわからないんですよ。うーん、何がどうなってるかちょっとね、もう、とにかく鳥とかね、豚とかの、まあ育てているところ、あと卵とかね、そういうところが、のきなみどうかなっちゃってるんですよ。 これは誰かが何かしてるとしか思えないですけど、本当にね、おかしなことが起きてるんですよ。あと、美容院ですよね。美容院が値上げをすごいしています。まあ、驚くべき値段になってますよ。今まで8000円ぐらいで住んでいた方が1万5000円後になってる。今までと同じサービスを頼んでいるのにということですね。約2倍ですよね。 びっくりしますよね。でも人間ってね、あの考えたんですけど、女性も男性もね、ないものねだりなんですよ。不思議な、あの、要するに、まあ、意識っていうかね、気持ちになるんですよね。例えばの、ストレートの髪の毛の人は、なんかあの、チリチリにしたいんですよね。パーマかけたりね。なんか、ストレート私なんかまっすぐの毛でやだなって、不思議ですよね。だって、チリチリの人は、ストレートにしたいんですよね。で、ストレートパーマとかありますよね。 曲がってる髪の毛をまっすぐしてもらう。それにお金をかけている。ね。でもまっすぐの髪の毛の人は、わざとチリチリやふにゃふにゃにしたいんですよ。いやだこんなまっすぐなのって。不思議じゃないですか。不思議ですよね。これどういうわけなんでしょうね。やっぱりなんか自分の髪の毛がずっと鏡とか毎日見てると、 いや、これじゃいけないと思うようになってくるんだよね。毎日見てるとなんか飽きてきちゃうんでしょうね。で、なんか街中で自分にはないものは欲しがるから人間ってね。なんかストレートの髪の毛の人は、チリチリの人を見るとね、アフロンみたいな人もね。わあ、いいな、アフロチリチリで。あれってアフロンなんかがパーマとかかけてるのかな天然なのかな生まれつき、ああなのかないいな、生まれつき、ふわふわでってなるんですよ。だから美容院に行って、 すいません。もっとこれふわふわってボリューム出してもらえませんかとか言ってね。あ、はい、いいですよ。とか言って、ね。じゃあ、あの、パーマー軽くかけましょうかなんて言ってね。で、くるくるっていう髪の毛になると、わーいい、やっぱりいい。とかなるんですよ。でも、くるくるしてる人は、いや、やだな。なんかもう縮れてて、なんかもうほんとやだよ、これ。ってなってね。まっすぐの髪の毛になりたいな。ということで、悩むんですよ。人間っておかしいでしょねえ。 まあ、いろいろありますけど、それが人間なんですよね。背が低い人はね、背が高い、ね、ああ、高い方がいいな。背がすごい高い人は、いや、高すぎるよ、もうちょっと低い方が良かったよとかね。本当いろんなことを、自分にないものを欲しがるんですよ。うん、なんでなんでしょうね。まあ、だけど、これって人間の宿命なんですよね。だから、頭の毛を、なんか金髪に染める人いるじゃないですか。 あれは、なんでなんですかね。私は染めたことがないので、金とかにわかんないんですけど、あの、多分外国の方で金髪の人がいるから多いからっていうことで、金に染めるんでしょうね。何かそういうモデルっていうか、今まで見た経験上で、ああ、金髪いいなっていうふうになっているんでしょう。きっとね。うん、だから、 あの、これはやっぱり、欧米人の頭の金っていうのを見てっていうことなんですよね。でも、たまにあの、紫の人もいますよね。女性で。あの、まあ、男性でもいますけど、青や紫ね。ちょっと奇抜ですよね。なんかあの、なんていうんですかね。あの、爬虫類トカゲ的な感じ。<laughs> どうしても受けますけど、まあ、個性的なのかなっていうことなんですかね。まあ、とにかく、 自分じゃない色にしたいんですよね、もともとね。生まれつきのものじゃないものに変えたいんですよ。人間って本当にそういうところが強いんですよ。うん。まあなんだけど、心の中が一番大事じゃないですかね。外見をね、青くしたり、紫にしたりね、金髪にしたりしても、ああ、今思い出した、あのね、有名な俳優さんがいてね、すんごい嬉しかったんですよ。 もう今は、あの、いらっしゃらないんですけど、あの、私ね、年が上だったんですけどもね、相談されたことあるんですよ、飲み屋で。一緒にね、飲みに、ちょっと仲良くしてもらってて、で、すんごいあの、映画の主演とかやってた人なんですよ。で、その方がね、アメリカに行きたいんだよな、って言うんですよ。あアメリカですか。うん、やっぱハリウッドだろう、ハリウッド。 って言うんですよね。で、あの、それ、相談されてからハリウッド映画出たんですよ、その方ね。まあ、日本政作のハリウッドみたいな感じなんですけど、あの、いやー、やっぱ髪の毛かなって言うんですよ。ん何がですかやっぱアメリカに進出するためにはさ、やっぱ髪の毛から入った方がいいかな。どういうことですか髪の毛をさ、金髪にするんだよ。いや、髪の毛金髪にしても、 眉毛が金じゃないですよね。そうか。いいこと言うな。髪の毛金髪にして、眉毛も金にすりゃいいんだよな。髪の毛金髪にして、眉毛を金髪にしても、まつ毛が黒ですよね。えなアメリカのその金髪の人ってまつ毛も金髪なの当たり前じゃないですか。<laughs> どこもかしこも金髪ですよ。えじゃああそこの毛も当たり前じゃないですか。えー、じゃ全部染めなきゃダメじゃん。いや あそこの毛は見えないからいいですけど、まつ毛、眉毛、頭の毛、腕の毛、あたりはまあ金髪じゃないと見えますよね、うん。結構大変だな。でもそんなことしても、ハートがアメリカ人じゃないんだから、無駄じゃないですか。お前っていいこと言うな。ハートがアメリカ人か。ハートをアメリカ人にするためにどうすればいいの いや、無理だと思いますよ。だって、いや、アメリカに、今住んでいる日本のなよさよりも多くアメリカに住んだら、なるんじゃないてまか。まあ、せめて半分とか、それからい20年とかね。いや、今から20年もアメリカに住むのか。きついなできるかな、俺に。いや、できんじゃないですか。気合いありますからね。うん、だけどあんまその気がないな俺、日本好きなんだよ。いや、じゃあ無理じゃないですか。 そうか。でもハリウッドじゃ諦めなきゃダメか。いや、そんなことないですよ。なんで日本人としてハリウッドスターになろうと思わないんですかどういうこといや、どういうことじゃなくて、あの、金髪にするからアメリカ人じゃないですよ。ハートがね、もう世界で俺は出ていくんだっていうつもりで外見はアジア人でいいじゃないですか。全然問題ないですよ。気合ですよ、気合。世界を取るのは気合ですよ。 なるほどな。世界は気合いか。おし。そうか。外見関係ねえんだな。関係ないですよ。頭の毛なんかなくたってあったって、坊主でも平気ですから。なるほどな。そうか。わかった。気合いだな。って言って、まあ、それからね、何か自分自身を発見したようなことを言いながら、まあ、大活躍されてましたよ。まあまあ、あのー、いろいろあってね、亡くなられたんですけども。 まあ、すごい人だったですよ。本当に。だけど、一時期そうやって本当に悩んでたんですよ。やっぱりなんか、アメリカの人的に見える方がいいのかなって。でも、違うんですよね。やっぱりね。そんなことしなくてもいいんですよ。全く関係ないですよ。だってあの、真田広之さん見たらわかるじゃないですかね。もうどう見たって日本人でしょかっこいいじゃないですか。ハリウッドで活躍してね。日本人として活躍して、堂々としてるでしょ あれでいいんですよ。本当に立派だと思いますよ。一郎選手もそう。ねえ。一郎選手だってアジア人、日本人っていうことで活躍してみんなからすごいすごいって言われてね。も、ま、う、あ、それで構わないんですよ。別に頭を金髪にする必要はないんですよ。いや逆にしちゃいけないと思いますよ。本当に。そんなあの小手先の何かそんなことしても。 何にもいいことないし、金髪にしたから認められるなんていうことは1%もないんですよ。ね。ハートですよ。やる気ですよ。要はね。まあ、そうは言ってもね。これからいろんなものが足りなくなると、やる気があっても、やっぱり物資がないとね、物がないと何にもできないですよ。食料もなければね、お腹が空いちゃって何にも気合入んないでしょ。何にもできなくなっちゃうかもしれない。だ備えるしかないですよ、今ね。 備えていきましょう、皆さん。気合い売れましょう。備えてね。頑張りましょう、応援しますんで。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。